の輪をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後4時を回りました。この時間は健康情報番組生き生きライフをお届けします。この番組は市民そしてリスナーの皆さんが心も体も健康で元気な生活が送れるよう、宜野湾市報、新聞記事、専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくことが目的です。お相手は FM 宜野湾、今西めぐみです。この番組では健康や福祉に関する疑問・質問・ご意見などメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com です。また FM 宜野湾ではユーストリームやツイキャス、サイマイルラジオでネット配信も行っています。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。サイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聴くことができます。 FM 宜野湾のホームページや無料アプリリスンラジオでお聴きください。ではまずはじめに宜野湾市からの情報をお届けします。FM 宜野湾から健康情報番組生き生きライフをお届けしています。まずはじめに市報宜野湾健康福祉だよりからお知らせをお伝えします。特定健診のお知らせです。忘れていませんか？特定健診は3月31日までです。集団健診のお知らせです。2月17日土曜日午前8時30分から11時、そして3月11日日曜日午前8時30分から11時まで、午後1時30分から3時までとなっております。受診の際は保険証と受診票をお忘れなく。国民健康保険に加入されている方の受診票は保険証と一体型となっています。今回の集団健診は宜野湾市役所で受ける検診となり、予約は必要ございません。会場は市役所1階になります。個別検診を受けられる場合は指定の医療機関に事前のご予約の上受付をお願いいたします。お問い合わせは健康増進課898-5583までお問い合わせください。続いて国民健康保険税後期高齢者医療保険料の納期限のお知らせです。2月28日水曜日は第8期の納期限です。まだ納付がお済みでない方はお早めに納付してください。納付のご相談については国民健康保険課までお問い合わせください。また休日相談窓口を開設します。2月18日日曜日朝9時から12時まで、そして2月25日日曜日朝9時から12時まで。主な相談内容は納付書をなくしてしまったので再発行してほしい、督促状が届きました、納付について相談したい、口座振替の手続きをしたいなど。お問い合わせは国民健康保険課893-4411までお問い合わせください。続いて健康福祉だよりからお知らせをお伝えします。高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせです。高齢者の肺炎球菌予防接種は3月末までです。対象となっている方には4月に通知書をお送りしています。まだの方は早めに接種を受けましょう。女性対象者は次の通りです。平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、
85歳、90歳、95歳、100歳となる方、そして60歳以上、65歳未満の方であって、心臓、腎臓、または呼吸器の機能に日常生活が極端に制限される程度の障害を有する人、人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方、接種回数は1回です。場所は指定医療機関、費用は4000円となります。なお生活保護受給者は0円となります。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。続いて母子保健推進員募集のお知らせです。対象は宜野湾市に住所がある子育て経験のある方、募集人数は大山地区、上大蛇名地区、前原地区、宜野湾地区の各1名です。任期は就任から平成30年3月末日まで、ただし引き続き平成30年4月から平成32年3月までの任期更新ができる方、活動内容は1、市の母子保健事業でのお手伝い、2、毎月の定例会出席など、3、健診未受診者宅への訪問による受診勧奨、4、こんにちは赤ちゃん事業の訪問活動、活動日は1、2合わせて月1回から3回程度、3、4はご自身の時間内で調整です。詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。続いて放課後児童クラブの利用料一部助成のお知らせです。放課後児童クラブの6月分利用料から助成金を交付します。対象者は宜野湾市に住所があり、放課後児童クラブを利用している児童の保護者で、次に該当する世帯が対象となります。1、生活保護を受けている世帯、2、市町村民税非課税世帯、3、その他市長が認める世帯。助成金は利用児童1人につき平成29年6月利用分以降で支払った1月あたりの利用料から5000円を控除した金額、なお月額3000円を限度とします。申請は以下の書類などを持参し、保育課の窓口にて申請してください。1、申請書、2、利用料を支払ったことを証明する書類、3、印鑑、4、通帳またはキャッシュカードの写し。平成29年度利用料は3月末までに申請していただきますようご協力をお願いします。受付日時は8時30分から11時45分、13時から17時となっております。お問い合わせは保育課内線461番までお問い合わせください。以上、宜野湾市からの情報をお届けしました。
健康情報番組キーキライフをお届けしています。さて続いては特集のコーナーです。皆さん最近モデルや健康志向の人たちの間で話題になっているギーという食べ物ご存知でしょうか。よくテレビで、ローラさんが料理番組なんかに使っているのが最近見られることがあると思うんですが、ギーご存知でしたか。実はアーユルヴェーダで全てのオイルの中で特に優れた上質のオイルと言われています。今回は有益な食材であるギーについてご紹介をいたします。こちらは、琉球新報のレキオの記事から一部抜粋してご紹介します。根間陽子さんの記事です。アーユルヴェーダの古典書にはギーを食べると記憶力が良くなり消化力が上がり疲れが取れて体力がつき生殖組織によくアンチエイジング効果も高まると書かれています。さらに声が良くなる皮膚の色つやが増して美しくなるなどなどいいことずくめ。これは毎日の生活に取り入れない手はありません。ギーは動物性のミルクから取れる純粋な乳脂肪分です。無塩バターから不純物を取り除くことで家庭でも簡単に作ることができるということです。このギーを詳しく紹介していきましょう。まずこのギーですが、ギーの特徴をいくつか紹介します。1つ目、乳糖不耐性の人も大丈夫。乳製品は乳糖不耐性の人は体が受け付けませんが、ギーは純粋な油分なので乳糖不耐性の人も利用できます。2つ目、中鎖脂肪酸が多い。ギーは飽和脂肪酸が大半を占めますが、ココナッツオイルのようにその中でも中鎖脂肪酸が多くを占めます。飽和脂肪酸は摂りすぎに注意が必要ですが、中鎖脂肪酸は結合が短いため直接肝臓に運ばれて素早くエネルギーになります。そのため体に負担がかからず脂肪となりにくい脂肪酸です。そして3つ目、ブチル酸が豊富。ブチル酸はバターに多く含まれる脂肪酸の一つでギーの特徴でもあります。ブチル酸はビフィズス菌などの善玉菌を増やす働きがあります。また T 細胞という免疫細胞を増やす働きがあると言われています。4つ目、ビタミン A、D、E が豊富。ギーは脂溶性のビタミン、特にビタミン A、ビタミン D、ビタミン E が豊富です。これらは肌や目、体の健康に欠かせない栄養素で、次の項目で示すような様々な作用をもたらします。そして5つ目、長期間保存できる。ギーはバターと違い、純粋な油分です。不純物がないこと、脂肪酸は飽和脂肪酸がメインであること、またビタミン E も豊富なことから酸化しにくいということで長期間保存できるオイルの一つです。続いてギーの効果効能を紹介しましょう。まず免疫機能を高めます。バターに多く含まれるブチル酸が豊富なギーは免疫機能に働きかけます。免疫細胞の一つである T 細胞を増やす働きがあります。 T 細胞の働きはウイルスから体を守ったり、がん細胞から体を守ったりと様々な免疫機能に変わります。ブチル酸だけではなく免疫に関わる大切な成分であるビタミン D も多く含まれています。ビタミン D は沖縄の方はよく火を浴びることが多い、紫外線が強いのでビタミン D を取る機会は多いとは言われていますが、やはり免疫機能を、
活発に動かすためにもビタミン D は大切なので、こういったギーから取るのもいいかと思います。そして先ほど紹介しました T 細胞は、今アレルギーに効くという、研究結果も出ていますね。次の項目に効果効能があります。炎症やアレルギーの緩和、 T 細胞の働きの一つに炎症やアレルギーを抑える働きがあります。ブチル酸が豊富なギーはその T 細胞に働きかけるので、アレルギーの症状を緩和させたり、炎症が原因の不調を緩和させるということです。そしてエネルギーを供給、ギーに含まれる飽和脂肪酸は中鎖脂肪酸が多くを占めます。中鎖脂肪酸は長鎖脂肪酸とは異なり、結合が短いことから直接肝臓へ行きエネルギーに変換されます。すぐさまエネルギーとなるので、エネルギーチャージが必要な時にいい供給源となるということです。そして、脂肪がたまりにくい、その中鎖脂肪酸はすぐにエネルギーになりますので、脂肪分が体にたまりにくい性質がある。そして他の総和脂肪酸のメインのオイルや脂肪を摂取するよりも肥満になりにくいのです。そして、善玉コレステロールを増やし悪玉を減らしてくれます。インドの研究によると、ギーは善玉コレステロールを増やし悪玉コレステロールを減らすとも言われています。もう一つ、目の不調を改善、ギーに豊富に含まれるビタミン A は目に関わる大切な栄養素です。目の健康維持、目の機能の改善に欠かせません。そして、抗酸化作用もあります。ビタミン E、ビタミン A、リノール酸、ブチル酸といった成分は抗酸化作用に優れています。これらのおかげでフリーラジカルを抑え、脂肪を、酸化を防止し、がんを抑制する作用にもつながります。そしてですね、若返りという効果もあります。アーユルヴェーダではギーは肌の若返りだけでなく神経や脳の若返りにも作用されると、考えられています。記憶力が改善したり寿命を延ばすとも言われています。こういった形でその他も、ありすぎる効果効能があるんですけれども、ギーの使い方にはまだたくさんあります。アーユルヴェーダではこのような作用もあると言われます。解熱、疲労回復、血行促進、強壮、傷の治癒、便秘解消、大腸炎の改善、鼻の不調改善などなどたくさん効果があると言われています。そんなギーはご家庭でも簡単に作ることができますので、作り方をご紹介しましょう。作り方はまず、無塩バターを用意していただきます。この無塩バターを鍋に入れます。鍋はホーローかステンレスが適しています。無塩バターを鍋に入れ弱火にかけます。そして大きな泡がはじけてパチパチと水分が蒸発する音がしてきます。その次に音が静まると石鹸のような小さな泡が現れます。バターは透明な黄金色になりいい香りがしてきます。そこで、ここで火を止めます。そして熱いうちにクッキングペーパーでこして、消毒した煮沸消毒ですね、瓶の中に入れておきます。こちら出来上がったばかりのギーは黄金色に輝いていますが、透明になっているんですが、冷めると固まって、不透明になってきますので注意です。こちら、保存期間は約1ヶ月持つということです。冬は常温で大丈夫です。夏は冷蔵庫で保存してください。このギーはですね、朝見ると縁起がいい8つの吉祥物のうちの1つと
数えられているので、黄金色の輝きを眺めているだけでも幸福を招くと言われています。銀はね、とっても綺麗なんです。黄金色で透明になりますからね、気分も上がります。そして、バターを使うようにトーストに塗ったり、卵焼きや野菜炒めに使っていただいても大丈夫ということです。こういったように料理に使うこともできますが、ただ飽和脂肪酸メインですので食べ過ぎには注意してください。料理にはスプーン1杯ほどかけて取り入れるなどして、少量だけでも効果抜群ということです。あと、ギーをですね、そのまま料理にかけるのも大丈夫なんですが、例えばサラダにかける場合は、ギーを固まっているね、不透明になった固まったギーを60度から70度ぐらいのお湯で湯煎をして、そこにスパイスを入れて、そして30分ほど湯煎し続けた後、ろ過したらスパイスのブレンドに、のギーができますので、それを使うのもいいかと思います。あとホットミルクに入れて飲むのもおすすめです。ホットミルクに入れて寝る前に飲むと便秘解消にいいと言われています。あとは、ギーをですね、そのまま肌にマッサージオイルとして利用することもできます。毒素を出してくれるオイルになりますので、まあ、ビタミン豊富ですしね、そのまま、肌に塗ってマッサージしていただいても大丈夫です。あと上級者はですね、目のケアのために、ギーをですね、目薬のように点眼する方もいらっしゃるようですが、こちらは専門の人にぜひ見てもらってください。そういった形で料理にも使えますし、お肌にも直接使えますし、いろんな方法で使っていただくことができる儀、本当に健康と美の食べ物オイルということなので、ぜひ皆さんも使ってみてください。今日は美しい人が食べている儀を紹介しました。続いてはチュラガンジュー体操のコーナーです。皆さん一緒にチュラガンジュー体操をやってみましょう。リズムを取ります。肩回し、腕を大きく回します。右に一周、拍手2回、左に一周、右手で力こぶ、繰り返します。両手を開けて閉じます。繰り返します。ちょっと待ってのポーズ。体をひねります。リズムを取ります。右からおいでおいで、下がってイエイ、繰り返します。膝タッチ4回、ちょっと待ってのポーズ。体をひねります。リズムを取ります。右から万歳、右から下ろして横下ろします。はい、ありがとうございます。チュラガンジュー体操は宜野湾市の健康体操となっています。この体操は宜野湾市のホームページにも載っていますし、そして FM 宜野湾にお越しいただきましたら、チュラガンジュー体操の DVD をプレゼントしていますので、ぜひお試しください。という間にエンディングの時間です。この番組は心も体も健康で元気な生活が送れるよう、健康や福祉に関する情報を発信していく番組です。皆様からのコメントもお待ちしておりますので、気になったことがあれば 797@fmginowan.com までご連絡ください。それではまた来週水曜日午後4時にお耳にかかりましょう。
お相手は FM ギノワン今西めぐみでした。ずっと後悔なんてして